あばれる君のカムカムハイスクール。今回はある大会を目指しているマルコ修学館高校の生徒を応援してきましたよ。まあ、皆さん大会を目指しているということで応援しにやってきたんですけれども、はい、暴れるさん何の大会だと思います？だから甲子園でしょ。みんな甲子園だよね。えし団結はしてますけど甲子園じゃない。コンクリート甲子園です。コンクリート甲子園。マルコ修学館の生徒4人が目指すコンクリート甲子園はコンクリートの知識と技術の習得を目的に昨年は30を超える高校が参加。長野県からは初めての挑戦なんだって。何を競うんですか、コンクリート甲子園。軽量かつ目標の強度に近いコンクリートを作ります。軽さと強度を競う。予選はこの円柱の強度と軽さで審査。それに向けて試作を繰り返してきました。すごいよここ。うわ、え、これですか。冷やしてんのここで。セメントと水で化学反応で固まる。てっきり乾燥して固まるのかと思ってたよ。審査は決められた強度に近いほど高得点だから、何度も試験をして最適な材料の配合データを取っていくんだ。さあ、うわ、何あの機械。こうやって分かるんですね。うわー、来た来た。あ、そんなビビになってる。大丈夫ですよ。入ってるよこれ。強度に並ぶ重要な要素が軽さ。コンクリートは一般的に骨材と呼ばれる砂利や砂とペーストと呼ばれるセメントと水でできているんだ。軽量化のために砂利に代わる施策を考えたんだって。この材料が酸化鋼の独自性と決め手を出すポイントで、人工軽量骨材のメサライトっていいます。だからこれ高校によってこの混ぜる材料が違うわけだ。あ、そうです。長野県はこれを選んだと。さあ、はい、ではやっていきましょうよ。甲子園ぞい。予選は今月28日、結果は10月の夢テレビで発表します。頑張れマルコ修学館高校。